皆さんこんばんは。僕はチッキースーパーライト PR っていうのを買いました。なぜこれを買ったかというと、お風呂の中でも漫画を描けるようにです。では開けてみます。もう出てきた。はい、なんかなんだこれ、変なボツボツがボツボツっていうか変な形の軟角形か分かんないけどある。そして後ろに、ペンがあり、そしてここに Made in Japan と書いてあります。では早速書いてみましょう。なんかゆっくり書かないとダメなんですよね。こう早いとほら、早いと映んない。こうやってこうこうでこう、かけてる。でもなんかね、ちょっとへっこむのが嫌だな、これ後ろがへっこんでなんか書きづらい。でこれならね、濡れても大丈夫なんですよ。なんか磁石の力で書いてるんで。なんで風呂場で漫画を描こうなんて言った時にこれを使えるというわけです。で赤色も出ます。こうやってコマがかけて、でここにこう、風呂場で温まりながらこう漫画を描くと、ちょっとやっぱゆっくり書かないとダメだから、ちょっと書きづらいっちゃ書きづらいな。でもこれ別にメイドインジャパンじゃなくしてもっと安く売ってもいいような気がするねえ。でもやっぱり中国で作ったらまずいのかな、これどこがまずいんだ。結構精度が必要なのか。たーたーたーた、まあ、漫画描けるっつってもな、こんな程度だよな。でこれを写真に収めて、カメラに収めて、それでよいしょそれで取り込んで、漫画に使うと。これだと暗いか。まあいいや。これで風呂入りながらも漫画が描ける。やったぜ。以上でおしまいです。曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴って
曲をね、音と完全に一つになって。